こんにちは。今回ね、au pay カードが来ましたんで、ちょっと開封していこうかと思います。この au pay カードってのは、ポンタカード、ポンタポイントがどんどん貯まるらしいですね。まずは au pay カードによる au pay へのチャージで 1% ポンタポイントが貯まると。そして今度は、そのチャージした au pay を利用することによって 0.5% 還元なんで、このカードを使う限り 1.5% がポンタポイントとしてどん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 還元されるっていう立て付けらしいですよね。私がなんでこのねカードを選んだのかちょっと忘れたんですけども、何だったんでしょうね。ポイントサイトだったかな、忘れましたね。あ、こういうねゴールドのカードですね、 au pay っていうね。はい、いただきました。最近はまたクレジットカードを作る機会が増えてきましたね。一旦ねいろいろと清算したんですけどね、あ、最大2万ポイントポンタプレゼント、新規入会ご利用特典、このゴールドカードが届いた方にお得なお知らせでございます。でまずね1点目なんですけども、特典1、ご入会から最大6ヶ月間、だから今これから私6ヶ月の間に au pay ゴールドカードからの au pay 残高へのチャージが 10% 還元プラス 1% 還元で 11% 還元になるみたいですね。これいいじゃないですか。10万円ぐらいチャージしときましょうかね。で、特典2として、特典1が適用されたお客様はゴールドカードでのショッピング利用が通常ポンタポイント 1% 還元のところ、 au 回線保有のお客様、私ですね、 5% 還元と、 UQ モバイルの方は 3% らしいんで、これもちょっと使っていこうかなと思います。で、特典3なんですけども、公共料金のお支払いまたは ETC カードのご利用で3000ポンタポイントプレゼント。公共料金か、水道代ぐらい払ってみましょうかね、これでね。うーん、はい、もうね特典がいろいろあって、あと支払い方は電子決済もいろいろあってね、分かりにくくなっちゃって、で資金を分散させると、今度はその分散した資金を引き出しにくくなっちゃって、結局は損なんじゃないかなと思うんで、うん、まあ支払い方っていうのはね2つか3つぐらいに絞るのがいいんじゃないかなと思いますね。いろいろと作ればいいと思うんじゃないでしょうね、きっとね。 au pay ゴールドカード、うん、ね、なんでしょうね、 au マーケットスタートガイド特設サイト、こういう風に書面がいっぱい届くじゃないですか、カード作ると。でこれいちいち読んでるだけでもものすごい手間なんで、逆にね、あのポイントを 1%、2% を取るために、人生の貴重な時間をこういうのを読むがためにね、たくさん失ってるんじゃないかなって記載しますね。まあ、ですので目先のお金に取られないようにしていかなくてはいけないのかなと思いますね、私なんてのはね。なるほどね。カード利用可能枠100万円、キャッシング10万円、キャッシング融資利率 17.95%、 むちゃくちゃ暴利ですね。やってらんないですねこれね。年会費ご請求は毎年5日ですってことなんで、年会費かかるらしい。これ早めに解約した方がいいですね、年会費がかかるって。で結局年会費とかでペイされちゃうんですよ。一方的にユーザーに得ってことはないですから、まあ3ヶ月ぐらいしたら解約しますかねこれね。だからこういう年会費はかかるのしょうがない部分がありますけども、それしたら結局カードのね保有者っていなくなるんですよ。年会費って結局あれでしょ、カードを使わないけど財布に入れてあるよっていう人がずっと解約しないことをいいことに自動更新して、毎年毎年ね搾取しようっていう、そういう風な流れですからね。だから解約するのもね、すごくね解約をしにくくしてるわけですよ。すんなりネットにつないでワンタッチポンで解約できるようにすればいいわけなんですけども、まあなんともね、ちょっとこう、まあここがってわけじゃないですよ。なんともせこい話だなと思いますよ。カード会社の利益がね、うっかり課金を狙ってるとはね。うん、まあそれはもうちょっと消費者の目線に立った方がいいんじゃないかなと思いますけどね。結局、その、なんですかね、保険があるじゃないですか。火災保険。で、火災保険も、風害とかね、地震とか台風とかにも保険出るんですよ。なのに火災保険っていう風につけて、風害とか水害っていうのはカバーしてないかのように思わせてるんですよ、意図的に。火災保険っていう風にタイトル引くと、火災、火事に関してっていう風に思わせるじゃないですか。で、私問い合わせたことがあるんですよ。
これ火災保険っていう名称だと火災保険以外の水害風害とかで請求できないって勘違いされる方がいるんじゃないですかって言ったら、確かにそういう声はいっぱいあるんですって言われてましたね。いや確かにあるんだったら、それはお客様がね勘違いしてるっていう現実があるんだから、火災水害風害保険っていうふうにやらないとダメでしょっていうふうに申し上げたんですよ。そしたら、その例は少ないと。いやでも火災保険っていう以上これ錯誤無効に当たるんじゃないですか、火災保険というタイトルで火災以外もカバーしてるって言うんでしょって。そしたら契約書に特約で入ってますよって言うけど、いやそれを読まないで契約する人がいるっていうことはご存じないですか、現実読まないでしょ、だからそれを知っているのに渡して読んだというそういう建前が成り立つから、サインしてあるからもうねお客様が勝手に読まないのが悪いんですっていう、そういうふうな論法に押し込もうとしてるけど、現実保険会社の皆さんも何契約書の隅々まで説明してないでしょ、あとは読んどいてくださいってやってるでしょ、で読んでないって実態を知っといてあとは読んでくださいっていうふうにやってるってことは、意図して錯誤をこう誘発してるってことなんですよっていうふうにお話したらもう黙っちゃいましたね。でもまあね、もうちょっと保険会社の方も自分のね利益じゃなくてお客様の利益とかね、お金をいただくわけですから、そのサービスの質の向上とかね責任を持った方がいいと思うんですけどね、何でもかんでも契約書にサインしてるから全部お客様のせいですっていうのはあまりにもせこいし、大体ね字がちっちゃすぎて読めないですよ、あれね、そんな営業マンと仲良くしてたら営業マンが教えてくれるみたいなところなんですよ。でお客さんに説明もしてるけども全員には行き渡ってないんですって言い方しますけども、だったらすごくお客様の間に不公平を作ってますよね、意図的に知らせてない人と意図的に知らせる人を作ってるんですかって言ったら、そうではないですって言うんですよね。じゃあ無意識にそうなっちゃったんですかって言ったら黙っちゃいましたね、やっぱりね。だから顧客サポートやるんだったら一部の方にやるんじゃなくて全員に対してやらないといけないと思いますしね、契約する人に差はないわけですから、高額な契約料の人とか営業マンと仲良くしてる人だけに知らせて、そうじゃない人は放置ですか、そういう体質なんですかっていうふうにね、また言うとね黙っちゃいましたけども、でもそこまでね考えてやってほしいですね、契約なんですから。ということでこんなカードの開封からいろんなとこ行っちゃいましたね。いってらっしゃい。